ソフトバンク 931P はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発されたソフトバンクモバイルの第三世代携帯電話端末である。2009年夏モデルとして登場したソフトバンクモバイル向け4代目ビエラ携帯。ドコモ向けの P-07A とは兄弟機であるため仕様が似ており背面に2.0インチでワイドクベガの大型サブディスプレイを搭載している。 このサブディスプレイではメールを読んだり撮影した動画などを再生することができる。またメインカメラには約811万画素 CMOS カメラを搭載。ソフトバンク向けビエラ形態では 920P 以来の LED フラッシュや新たにリミックスに搭載されている自動シーン認識に対応している。また前述のサブディスプレイを撮影時のファインダーとして利用し、 端末を閉じたままで撮影することができる。ワンセグ関連では、表示コントラストが1万、1に向上したほか、モバイル W スピードによる表示が、60fps に向上している。また、P-07A と同様に Q、XXP シリーズビエラ形態としては、平型イヤホンジャックが廃止され、充電、通信コネクタに接続するアダプタが必要となった。 ありがとうございます。